日々草は、京畜冬夏日々草属の一年草。初夏から晩秋まで次々に花が咲くので、日々草という。菊科の百日草とは異なる。原種は小低木で、匍匐する傾向がある。本来は多年草であるが、耐寒性のなさから一般には一年草として扱われる。観賞用に改良された品種は直立するものが多い。葉は長楕円型で、大成する。花は直径3から4センチメートル程度で、花弁は5列し、色は白、ピンク、赤、赤紫などがあり、中心だけ色が違うものもある。日々草には、ビンカアルカロイドと総称される10種以上のアルカロイドが全草に含まれる。そのうち、ビンクリスチンとビンブラスチンには、細胞分裂阻害作用がある。抵抗剤として用いられるが、脱毛などの副作用、毒性があるので、素人の利用は危険。鈍食すると、嘔吐や下痢程度では済まない。マダガスカル原産で、熱帯各地に野生化する。温帯でも栽培可能である。モーリシャス原産観賞用に栽培される。日々草属は、京畜冬夏の属の一つ。ありがとうございます。